過少申告だよねこれ絶対。だってさ住民税って俺さこれ過少申告これ絶対。だってさ住民税って所得の1割なんですよ。10分の1なんですよ。だから俺いつも例えば800万とか1100万で申告するんですけど、住民税110万とか80万だもん。なんで3万しか引いてないのこれ。おかしくないこれ。だって3万円だったら30万で申告してるってこと？いや、わかんないけど。あとね、住民税はね、なんか4分割できるから、その1ヶ月分かも。だから、これ3万円だから、12万円ぐらいかもね。13万ぐらい。最初の1ヶ月だけなんかちょっと高いのよ、住民税って。あとの3ヶ月は同じなんだけど。だから、12万ってことはだよ。1年で住民税が12万ってことは、所得120万で申告してますよってこと。ワンワン。過少じゃないこれ。ワンワンって1年間120、まあ、経費さっぴいてか。あ、それ考えるとそうかもな。ワンワンって300万か400万ぐらいでしょ、年間。で、経費で、270万ぐらい経費ってことか。400万稼いだとしたら。あ、まあそんなもんか。過少じゃないかもな。いや、わかんない。だから、年間200、まあ250、60万ぐらいかな。稼いで、130万経費で、収入が260の、経費130万引いて所得が130万だの4分割分の1ヶ月分だのだったら3万円は分かる。そういうことか。経費使ったら、いやだからあれだよ。東京に行ったじゃん。行ってたじゃん、去年。あれも全部経費だよ。東京に行った時のホテル代、タクシー代、で、放送で飲む酒代、全部経費。使ったんだよ、それぐらい。あ、新幹線代も経費ですね、もちろん。経費認められるの、それは税務署が決めることですね。だけど、その税務署が来なかったら通るってことよ。そうそう、総所得の1割。だ収入とは違うからね。ワンワンは多分、280万ぐらいで収入があったのよ、去年。で、そっから経費で130、40万使って、130万で申告して、その1割だから13万じゃん。で、その13万の4で割ると3万ぐらいになるじゃん。だからそれぐらいなんじゃない？で、こうやって分かっちゃうからね、言うと。だからみんな言わないんだよ。所得とか。市民税だ。去年の、だからでしょ？去年の分の申告ってことでしょ？去年の分の払ってないやつが来てるんじゃないんだから。払って、1円も払ってないから。飯が全部経費とかおかしいだろ。いや、でもそれもよる、税理士とかよるんじゃない？自分のやり方によってね。まあ、俺は多分これ全部経費だけどね。この酒は。俺の一番の商売道具だもん、これ。わかる？お前らわかる？これ俺の、税務署が何て言おうと、俺の一番の商売道具ですって絶対通すからね、これは。ふざけんな。これは予算になる、ね、ガソリンなんだっつって。当たり前だよ。通すよな。だってこんなの、ね、配信外で放送しないとか一滴も飲まないんだから。配信中しか飲まないんだから、酒なんて。だって酒好きじゃないもん。一滴も飲まないよ。配信しないとか。500万あります。あ、わかんない。どうなんだろうね。この、みかんのイオカ味はわかんない。あるかどうか。お酒禁止にならないよ。いや、もしなったら、みんないなくなるよ。ふわっちから。なんでそれ、どっから始まってんの？そんな噂が。そんな内通者とかいるの？運営からの。勝手に言ってるだけでしょ。
もしなるんだったらもう来てるよ、運営からのお知らせで。もう4月までだって、あともうね、1週間もないんだから。誰が最初に言ったとか知らないけど。だから最近ウーフンアッチが厳しくなってるから、それで乗じてね、それで酒禁止になると言っとけば、閲覧とかが話題性があるから言ったんじゃない。TJ とかフワッチやってなくね、あいつ。どっかそんな情報が入んだよ。なあ。あのウニ野郎によ。なんであいつフワッチやってないのになんでフワッチ海と繋がってんだよ。バカなんじゃねえのか。いや、ウニ野郎だろ。なんで知ってるんだよ。そんな、ね。あの、公式に出されてないこともそんな早く知ってるわけ。運営と繋がってんの？じゃあ、その TJ ってやつは。ウニ、だからあれだよ。チンコ出した時にチンゲがね、ウニみたいにめっちゃボーボーで尖ってたからウニ、ウニじゃん。え、見てないの？ TJ がチンコ出したの。あれは衝撃だったね。なんであんなチンゲ長いのと思って。うん。俺の髪の毛ぐらいあるよ、これ。俺の髪の毛ぐらいチンゲがやばかった。なんであんなチンギ長いの見たでしょ、あのウニみたいなチンギ。いや、あんなチンギ初めて見たよ。チンコよりなでかいんじゃない、長いんじゃないの、チンギの方が。いや、多分 TJ ウニでとか検索したら出てくるんじゃないの、画像とか。わかんないけどね。俺はなんか見たけど、ツイッターかなんかで。あ、今日、政権信号したら、タヌキやってましたね。うん。珍しく。もうそろそろ厳しくなったんじゃない？うん。いや、マジでコメントなかったかね。おとといかな？ 3 日前にいくらい見たんだよ。で、90人でね、閲覧97ぐらいで、ね、誰かがね、元気出してよとか言ったら、はぁ。はぁ。元気なんか出ないよとか言ってさ、そう、ため息ついて、お金のことしか話してなかった。で、全然アイテムは上がって、風船とかしか。あら、クロちゃん。クロちゃん、稼げる猫ちゃん。また来ちゃったな。また来ちゃったな。かわいいね。うわふわがんね。クロちゃん。うわふわがんね。クロちゃん、もうちょっと稼がないとチュールは無理だよ。もうちょっと稼がない。いくら稼いだ？ 9,000 円ぐらいですかね。9,000 円ぐらい。9,242 円です。だけど税金で 3,000 円ぐらい取れるから 6,000 円ぐらいですかね。お前パン食べないよな。食べないよ。何がパンだよ。パンなんか食べんだったら外国に亡命しろよ、ゴミが。日本人は米だろ。何がパンだよ。欧州人じゃねえんだからよ。どうしたの？何？流食堂。ん？ああ！まだジャンプして、クドちゃんは。ね。じゃあもうちょっと稼いで頑張って。1万円行きたい。収入。クロちゃん頑張れる？